世界45カ国で翻訳され大人気の児童書グレッグのダメ日記の最新刊が世界同時発売となります。こちらでは作者のジェフ・キニーさんが初来日し、発売記念イベントが開催されます。グレッグのダメ日記は全世界1億5000万部という、まあ、すごい本でございますけど、なぜそんなに支持されるか、これは世界のそういう読む子どもたちの、ね、本音を子どもたちに代わって体現してくれるからだというふうに思います。そういった本を読んでいくうちに、おこういったことあるあるという場面エピソードが満載でございまして、それがこのグレッグのダメ日記の魅力だと思います。グレッグのダメ日記10巻目発売でございます。日本は英語圏に比べるとまだまだ読まれる余地はもっと多いと思います。篠原さん、リリコさん、ステージへどうぞ。どうもこんにちは。どうもこんにちは。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。うちの子はですね、4人子供がいるんですけども、特に一番上の女の子なんですけども、本当に面白いと。いくつなんですか、一番上の女の子。大学1年生なんですけど、やっぱりね、読めば読むほど、きれい事だけじゃなくてね、本当にあったことをそのまま書いてあるし、本当に読みやすいと。今世の中におけるこのリアルな世界の中で男の子が感じたことでもあるんですけれども、またその友達たちとかお父さんとかお母さんがすごくまたリアルなんですよね。でズルとかしたいんですよね、みんな。やっぱ子供の頃でビッグにもなりたいし調子に乗るんですよ。で何かそこに向かってドンと行くんですけど、ものすごい失敗して、それで自己嫌悪に陥って、でまた頑張るという、もう本当にこれは子供向けだけではなくて、もう母親の気持ちで、子供はいないんですけども、大人の気持ちで、やっぱり今日発売になった10巻目もやっぱりたまにはね、コンセントを抜こうよって、ゲームとか携帯とかだけではなくて人間とコミュニケーションを持とうよっていうすごい素敵な言葉があったりとか、本当にどんな世代にでも子供がいなくてもすごく楽しめるなと思いますね。ではジェフさん、ステージへどうぞお越しください。すごく普通ですね、はい、ダイヤの指輪ついておりませんでした。そう、もっとなんかすごい派手な感じでね、はい、来るかなと思って Thank you so much for having me here today. You honor me with, by coming. This is very, very exciting for me. 皆様本日お招きいただきましてありがとうございます。私も大変興奮いたしております。We were joking that I seem like an ordinary guy. I'm very ordinary. I live in a little town called Plainville in Massachusetts, and I'm a father of two boys and a basketball coach and a soccer coach. で、私はもう本当にご覧の通り本当に普通の人間で、マサチューセッツ州の小さいプレインズビルという町に住んでおりまして、で、2人の息子の父親であり、サッカーやバスケットボールのコーチもやっております。So this experience is very humbling for me. I've never done anything like this. And it's very exciting for me to be kicking off book 10 in Japan because the Japanese readers and my publisher have been so good to me for the whole time. このように10巻目を日本で出版記念をできるっていうのがすごくこんな平凡な私にとっては素晴らしい体験で、特に日本の出版社が私にずっと最初から優しくしてくれたので大変嬉しく思っております。篠原さん、リリコさんにも世界中で愛されているグレッグのダメ日記のようにワールドワイドな目標、もし何かありましたら聞いてみたいなと思いまして、こちらの方もフリップに書いていただいております。はい、やっぱり私個人的にはですね、グレッグのダメ日記のようにね、前向きでへこたれない感じがやっぱり好きですから、子どもたちにはこの本をしっかりと読んでいただいてですね、最終的には子どもたちがみんな独立をして私に素敵な家を建ててもらいたいっていうのが私の目標というか夢というか。あ、はい。I like it. That sounds, that's a great goal. どうですか。ね、いいですね。それ私大好きですというふうに、ね、ジェフさんもニコニコしながら聞いていただきましたけど、はい、篠原ってどんなイメージのお家にしましょうかね。じゃあね。
それはもうできる限りもう本当にもう大きな家をまあ基本的にはね本当こう喋ってるとね本当にねあの子供たちにしっかりグレックを読んでもらって少しでも立派になってもらいたいというような感じを受けると思うんですけども、まあただ単に自分が何もせんでも子供たちのお金で大きな家に住みたいっていうだけのことなんですけども、はいはい、家族がいて、ね、相変わらず2015年も一人ぼっちだったもんですから何もそういう夢はなく本当にワールドワイドに考えて、ハリウッドかスウェーデンの映画に出たいです。あの今年映画コメンテーターとして、まあ、やっていいのか悪いのかちょっとわからないんですけど4本ぐらいの映画に出演させていただきました。非常に演技というあのやっぱりこんなにも楽しいんだなと改めて、思いまして、やっぱりスウェーデン、まあ、母国語がスウェーデンなので一番演技しやすいかなと思っていつもあのいつも言葉の壁にぶつかるので、ただあのハリウッドかっていうところで実はこのグレッグのダメ日記また映画になるというお話をちょっと聞いてるんですけれども、ジェフさんどうなんでしょうか。これはなんか私出られないんですかねこれは、うん、あ一応もう一回言っときますけど一応私プロレスラーなので、はい、あのいい返事をお待ちしております。どうでしょう、違うと思います、はい、女優であってプロレスラーでありますけどどうでしょう、なんか役ないですかね、先生とか。 Well, I'm writing the movie right now, so your timing is very good. ああ、じゃあもう付け加えてください。今現在脚本書いてますので、チャンスあります。付け加えてくださいね。I did this in a picture. すごい、ね。絵で表してます。これください。もうね、もう本物の方が書かれてますからね。やばいよ、もう。ですよね。すごい。Well, what I've learned, what my hope is that kids from around the world can find, discover through my books that they're all the same. What's really interesting to me as an author, coming to a place like Japan, is that I can sit down across a table from a kid, and we don't share the same language, and we don't share the same culture, but we share these stories, and we really share, these stories are the stories of childhood, and childhood is a universal.Language. So that's what my hope is. And to build you a house. Right. And to put you in a movie. 私の目標というのをちょっと絵で表していただきましたが、やはり世界中の子どもたちに会って、それでみんなが一緒だ、共通であるということを、共有し合いたいという気がするんです。このように、全然外国に行きまして、で言葉は全然通じないかもわかんないですけど、目の前にして、それで同じ本を読んできて、同じような物語を、知ってきたために、子ども時代っていうその共通の言語を持っていると思うので、みんながコミュニケーションが取れると信じております。でそれを楽しみにしています。それともう一つは篠原さんのお家に伺い、そして、リリスさんをあのぜひ映画に出演していただくっていうことです。もう気合を注入したものをぜひプレゼントしたいなと、はい、出てまいりました。リリクさん、これリリクさんの、これ篠原さんからですよ。はい、こちらなんとですね、ジェフさんのお名前もね入ってるんですよ。はい、そうなんです。こんな素敵な柔道着をご用意させていただいております。さあ今プレゼントしていただいて、それからリリコさんの手元には黒帯も柔道着を着せてあげていただいても、はい、ジェフさん、ちなみに柔道着着られるのってこれ初めてですか？はい、クロスします。ごめんなさい。Yes, this is the first time I've ever put on a judo gi. Yes. 柔道着着るのは初めてです。柔道知ってます。But I've worn my mother's bathrobe. お母さんのバスローブ着たことあります。なるほど。はい、いただきましょう。ぜひ、あの、よろしかったらジェフさん、あの篠原さんから後で大外刈りも教えてもらってくださいね。で、柔道着もプレゼントもございましたけれども、結び方がね、自分も最近ちょっとせないと忘れない。これ逆向きだからね。いや、違う違う。なんでなんで、なんか違う、ね、いやいや、あのね、コースコース、あ、そうです、あ、ほらほらほら、よかったよかった、ちゃんと来ました来ました、はい、ありがとうございます。危ないとこやった、ね、
ご覧のとね、見てください、これちゃんとね。グレッグのために行くということです。This is really very cool.、ね、This is very cool. I never expected this. Thank you so much. 10巻発売です。ワールドツアースタートでございます。ありがとうございます。お願いし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 ます。ではまずは本日のイベントの感想を、はい、篠原さんからよろしくお願いいたします。やっぱりね、ゼフさんと会えることなんかまずありませんから、やっぱりね、このグレッグのダメ日記、子どもたちから大人たちまで読んでも本当に勉強になる本じゃないですか。そういう意味では本当にこうご一緒させてもらって本当に嬉しいっていうか、もう喜びでいっぱいですね。はい、リリコさんはいかがでしょうか。やっぱりすごいお金持ちになっても普通がいいなと思って、なんか安心しましたね、お会いできて。なんかどうしてもちょっと派手にやりたくなっちゃうんですよ私今日なんかもう張り切って赤い口紅塗っちゃったりとかして衣装黒なのにみたいな。自分今日一瞬で、今日お会いした時に、あら、リリコさんどうしたんですか、えらい今日僕なんかゴージャス綺麗ですねと思わず本当に言っちゃいましたからね、そう、いやだって本当に本当に、いや綺麗な感じですよ。世界数本のね指に入るお金持ちに合うわけだからなんかもしやもしや素敵な出会いでお嫁に行けるかなと思ってたんだら、全然なんかね、もう結婚してましたね。子供もいますよ。子供もいますね。奪い取る力ももうないです。もう諦めます。はい。でもね、こういう素敵な本に、ね、やっぱり関わることができて本当に良かったです。はい、嬉しいです。うん。グレッグのダメ日記、10巻発売されました。みんなで読んでください。発表会見が終わり、こちらではグレッグのダメ日記フェスが始まりました。私の後ろでは日本のファンの子どもたちがワークショップを楽しんでいます。みんな本当に楽しそうですね。お面作りですね。好きなキャラクターを選んでイラストシートをハサミで上手に切っています。真剣な表情です。こちらは缶バッジ作りですね。みんな思い思いに色付けをして自分だけの缶バッジを作っています。プレスしてもらって出来上がりです。並んでるかな、順番に並んでもらっていいかな。終わったとても可愛いですね。ジェフさん、さあいよいよグレッグのダメ日記フェスのスタートです。ジェフさんが登場しました。若い頃から漫画家になりたかったジェフさん、新聞に掲載される漫画を描き始めたこと、オリジナルのキャラクターを生み出したこと、一度はゲーム会社に就職し、それでもやはり自分のキャラクターを作り出すことにこだわったことなど、ジェフさん自身が映像を交えプロフィールを紹介しています。みんなも好きなことがあればずっとやり続けているといつかすごい人になれるかもしれないよとメッセージを送ります。大統領は3人も会ってます。 And here's my family with the Obamas in the White House. で、ホワイトハウスにいるオバマ家と一緒の写真で、来場した子どもたちがジェフさんに質問します。パパとママは何歳ですか。あ、グレッグのパパとママは何歳ですかという質問です。僕くらいの年齢じゃないかなと思います。になりました。自分のダメだったことを日記形式で発表してくれました。僕のダメ日記は学校で初めての運動会。パパとママからしっかり手を振って走りなさいと言われた弟は、なんとか走りながらずっとバイバイと手を振りながら走ったんだ。もちろん B だよ。手を振ってね、しっかりちゃんと走りなさいってパパとママに言われたから、弟さん一生懸命間違ってこうやって手振りながら走ってっちゃってビリになっちゃったんだってっていうお話でございます。本当あるあるって感じですよね。I want to say thank you so much to all of the fans in Japan. This has been so exciting for me to finally meet you. The books have always done well in Japan and it's been my dream to come here and I'm finally here.My goal for the future is to now it took me a long time to get here to become a published author, and I'd like to stay a published author. I'd like to write for as many years as I can, and hopefully, you know, kids will keep reading my books. イベントの締めくくりはサイン会です。 Please be my friend. I will be your friend. Thank you very much. Thank you.
ジェフさんと一緒に写真に収まって子どもたちもお母さんも嬉しそうです。大好きなキャラクターの生みの親に会えて皆さん本当に嬉しそうですね。グレッグのダメ日記、子どもだけではなく誰もがうんあるあると思えるような内容で、また親しみのあるイラストがたくさんの方に愛される理由なんだなと感じました。10巻が発売されたばかりですが、今後のシリーズ展開もとても楽しみです。